ハローアースノイド。私はアコードの女王、ラクスラムタオです。に対する、ネットの反応をお送りするよ。ここだけオルフェの妹かなんかでプラントに潜入中に色々あって、シード本編通りに過ごしたラクス。こんなちょっと顔が良くて泣き虫なのに優しくていつも私のピンチに駆けつけてくれたり、心配してくれるだけの失敗作の王子様に惚れたりなんてしない。嘘つけ、この時点でラクスポイントが偉いことになってるくせに。ねえ、もしかしてもうこれ惚れてない？あなた、私にはわかりますわよ。失敗作さん、失敗作、何のことかわからないけどここ連合の戦艦だけど一人で不安じゃない。大丈夫？ふん、いずれわかります。優しくしてくれなくて結構ですわ、みたいなやつ。なんかそんな感じのツンデレキャラいませんでした？ツンデレってシード放送してた時代こそ最強の属性だった気がするが、意外と既存キャラにはいないので逆に新鮮だな。悪役令嬢ラクス？ただのツンデレ令嬢じゃないですか。あなたなんて好きじゃないんですからね。じゃないですか。ガンダムにあまりないツンデレ悪役令嬢と、シードにかけてたガンダム特有のバカ兄貴を補充できる正解外と口当たりいいな。あー今日もラクスは可愛いな。ご飯美味しいな。こんな僕のそばにいてくれるなんて優しい子だな。とかキラの思考ダダ漏れで毎日紳士になってるぞ絶対。戻る、どうして、あなたみたいな失敗作が一人戻ったところでこの戦争は終わらないのですよ。またザクトと戦うつもり、それとも連合と、愚かで過当な人類は誰かが管理しなければいつまで経っても、それでも行かなくちゃ、僕たちは何と戦わなければいけないのか。少し分かった気がするから、はぁ、わかりました。ごめんなさいオルフェ、お母様、シーベルも私も死ぬかもしれません。アスラントは最初からめっちゃ気が合わなそう。この後、オルフェの指示でシーベルの養子になって権力を握るために、あれこれ頑張っていますのにあの男だけ全然私を見ませんわ。あの失敗作は見てくれましたのに、みたいになったりする。口悪いというか完全に悪役令嬢とレース。娘という役割を演じていたに過ぎない自分に愛を持って接し命がけで救い出し自分の命を散らした義父、最高評議会議長の息子でありザクト軍のエースであるアスランザラという役目に縛られ、次第に疲労し摩耗していく婚約者、アコードとしてのラクスを殺すのに十分すぎるだな。ラクス、父が、死にました。キラ、え、ラクス、プラントの市民は知りません。誰も、私たちも、どうやって死んだのかさえ、キラ、ラクス、手駒が一人死んだところで、悲しくもなんともないのにどうして涙が、違う、これは演技、演技なのです。そっと抱きしめてからの、家族が死んで、悲しくならない人なんていないよ。悲しみも、涙も、我慢しなくていい、耐えようとしなくていいんだ、泣いていいんだよ。だって、人は泣けるんだから、で堤防決壊かな？これこそが、人の夢。人の望み、人の愛、気遣い、慈しみ、受け止め、その身を支え合う。出たな、人の豪華面。種自由後半の吹っ切れたキラ。うおお、ラクス、君が好きだ、君が欲しい、君を抱きしめたい。そして関原グラブ天狂剣炸裂ですね、わかります。キラ、それでも、かっこ大好きな両親と、かけがえのない友と、仲間と、そして僕に戦う力をくれたラクスと一緒に生きていく守りたい世界があるんだ。アコードテレパシーで受信してラクスポイント100万点をキラに追加した。フレイの最後のキラが聞けなかったあれを独身で拾ってたけど、言うわけにはいかないジレンマに悩むラクスと回想。ラクスはヤマト夫妻のことはどう思うか。アウラと違って真っ当な親の愛を何の打算もなく接してくれるのでやっぱり脳を焼かれる。そして音信不通のまま試しで心の声が聞こえないほど疲弊したキラを放っておけずに、ファウンデーション本国とも連絡を取らずに見守る生活へ、からの自分が暗殺されかけた時に無理やり再起動するキラを見たアコードのラクス。どんどんおいたわしくなる、なんか似た人いたな、フレイか、そうか、本編フレイと同じパターンのやつだ、利用を網下そうとしてたらいつの間にか本質を理解して情が湧いちゃうやつだ。愛によって変わったラクスと愛がなかったせいで変われなかったイングリッドか、いい対比だな。イングリッド本人には愛があるのに。キラ、ラクスは、僕らを裏切った。いや、最初から騙してたんだ。そうだよ、ずっと僕のことを失敗作っ
って呼んでたのになんでわからなかったんだ。何が最高のコーディネーターだ。僕じゃラクスを幸せにできない。最初から、そんな資格なんてなかったんだ。アスラン、だったら聞いてみろ。他人の心なんて、わからなくて当たり前だ。文字を読めたって理解できなきゃ意味がないのと同じだろう。失敗作ってずっと呼ばれてたなら少しは気にしろよ。これラクス側も似たようなこと考えてんじゃないか。ずっと騙し続けてきた私がキラノ側に立つ資格なんて、とか思い詰めてそう。邪剣吹っ切れたキラノ、それでも大好きだ、って脳親孝明。ガチでコンパスの面々を裏切ったのに本当にお前のしたかったことかそれ、って助けに来るコンパスの人たち。嬉しくもあるがさすがに帰れないのでキラと共に生死不明エンド、裏切られた割にキラの愛でかいな。アスランの修正パンチはどの世界でも強いですな。ロマンティクスはするだろうけど本編の終わりはこんな感じで裸じゃなく、二人どこかでひっそり抱きしめ合って終わりそう。肉体関係は普通にあったがようやく初めてキスしたくらいでいいと思う。もう自分の心に嘘をつけなくなっていきそうだな。あれ、これ場合によっては種自由前にアウラの計画吹っ飛ばされるのでは。私はラクスクラインです。たった今ファウンデーションの監禁を逃れ、皆様にお話ししています。この言葉がめちゃくちゃ重みが増してる。心情的にもアウラに対して、私はあなたの支配から離れて自ら自由になりましたって宣戦布告の言葉になるよな。最終的に兄貴ぶったぎることになるけど大丈夫？まさか自国を核で焼くとかまでは知らず最後まで兄も母も説得はするけどダメだったんだ。そして唯一普通に仲良かったイングリッドがさらにおいたわしくなるんだ。それでもこの子を愛してると言えるの、のくだりが100倍辛くなるやんけ。この子はもともと自分たちの仲間である。そもそもいろいろ暗躍させるために外に出てた。兄と対なし人類を管理導く存在として生まれた。元より盛大に裏切り者と同義。さあそれでも愛すると言えるの？知ったこっちゃねえ。その全てを愛してる。ああ、もうダメだ。このまま私たちを見捨ててそっちに行きなさい。ラクス。おう、イングリッド。これこれ、こういう敵味方関係なく曇るのシードだよ。どうしてこんなスレでもイングリッドがおいたわしくなるんですか？どうして？そりゃあコードに生まれて人の業まみれのコズミックイラですから、08正体の最終回見たくなりそうね。先輩たちから激励の言葉、兄は鬼子です。バカな兄です。やることが筋違いじゃなくて、敵もしないことをできると信じている兄を思うと差し違えてもいいって、そんな兄は見たくありません。いっそ死んでくれれば、野心と妄想、兄は、何か宇宙の意志のようなものに従わねばならないと思っているんです。かわいそうに、だから、こんな鉄の支柱が必要だったのね。さようなら、兄さん。ほぼほぼセイラとアイナじゃねえか。こういう流れではないけどパラレルで自由映画の時ラクスがファウンデーション所属のを最近読んだ。信じて送り出した妹が現地の失敗作の変態調教にドハマりして汗顔ピース絶縁レターを送ってくるなんて。で次のコミケ出るか。